はい、ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。トロです。はい、というわけで、というわけで、ね、ハレルヤマジックバなんですけど、こちらですね、大人の事情という名前を変えまして、はい、ハレルヤマジックバという格好になりました。皆さん覚えてね、覚えてね。はい、まあ、一つね、まあ、いろんなマジックの遊び方紹介していきたいなと思います、はい、でそして今回はですね、こちらなんかビニール袋に積まれた謎のボックスがあるんですけども、こちらですね、タワーマジックやっていきたいと思います、はい、というわけでタワーマジックご存知ですか。まあ、名前は聞いたことあります。はい、というわけでタワーマジックっていうのは適当にカードを持ってきて何でもいいんで、まあ、こんな感じでこれをライブラリーとしてゲームを行うという感じです。もう完全にランダムの様になってる、はいはい、これあの何かっていうと、ハレルヤトーナメントセンター の, あのレジの前にあの無料でお持ちくださいっていう、はいはい、あのこういうだからコモンとかカード詰め合わせみたいなのがあるんですよ。でそれを、まあ、今回使ってやっていこうかなと思います、はいはい、土地なんですけど、はいはい、全てのカードはですね、その色と同じマナが出る基本土地として扱ってもいい、まあ、赤のカードだったら山として扱うみたいな、はいはい、まあ、黒のカードだったら沼みたいな、で多色だったらその2色使える、はい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 、いう感じになってます。っていう感じで遊んでいきたいと思います、まあ、どんな感じになるのね、僕らもまだ内容分からないそうだね、どんなカード入ってるか、まあ、気軽にデッキがなくてもそれやり方にして、まあ、ちょっと遊んでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでじゃあやっていきたいと思います、はい、じゃあここにボックスあるんですけども、じゃあタオ君最初に選んでいいよ、どっちか、じゃあこっち同じだわかんないけど、はい、じゃあこのボックスでやっていこうと思います、はい、で、まあできるんですけど、はい、まあ、いっぱいもうこうやって人にぐちゃぐちゃってやって、ガバッとガバッとやって、いやもうどうなってるかわかんないから、うん、いっぱいのデッキでシャッフル大変だよ、これでこうやってこっちもなんもさ、はい、はい、じゃあやっていきたいと思います、はい、でもこう、見えてるかわかるか、この高さ、まあ、もっと大きくやってもいいし、うん、まあ、こんな感じで、はい、じゃあいきます、はい、10、はいはい、お10、10、お8、6、はい、どうぞ、6です、はい、じゃあ先行もらいます、はい、引くのどっかなんか分かんない可能もあるかも、はいはい、か初めて見たことある、オッケーオッケー、よし、というわけでじゃあキープします、はい、キープします、分かんないからいいのか全く分かんないからね、しかもさ、産地系のカードあるんだよさやりにくい、あるかどうか分かんない、あるかどうか分かんない俺もね、結構すごいよこれ、このカードあるのかなっていうね、お願いします、お願いします、いえー、分かんないじゃあ、しまいし、まあ、平地、平地二色ランドワンタップ、お、強い、おしまい、ちょっと、うわぁ、お、シナジー始まったか、今ので、信頼できる石膏、はい、墓地からこいつを追放すると、はい、ライブラリーからこいつと同じ名前のカードを探して手段に加える、いいのか、あればね、あればね探すの大変だけどそう、あるかわかんない、やばいな、おぉ、はい、シナジーの塊、おスリーバータップするとプレイヤーかブレインズを置かに行って、だから防御で、防御でハンドない時にはスリーバーが全員、ハンドない時だけか、そう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 、おしまい、これ結構モダンマス、モダンモダンプラモダンプラ、モダンプラが入ってる、モダンプラが、え、結構いいの、じゃあそうだね、あそこに置いてあるってことじゃん、そうそうそう、お、もしかしてこのカード強い、とりあえずはなくしようかな、面白いし、ブロックかなこいつ、こいつ、大丈夫、俺持ちから、いやいや、ないから、ないから、あるかどうか分かんないから知りました、3枚、叶えられた祈り、はい、クリーチャーが出るたびに1点の雷を得ます、はい、で、クリーチャー、こいつが、まあ、その時クリーチャーがなかったら三差の飛行になる、はいはいはい、強い強い強い、おしまい、え、ダメだ、そんな、置いて、はいはい、マナで、マナキ、お、強い、シュゴンパタクリ強い気がする、分からんが、強い気がするそんなカード入ってていいのみたいなえい、悪魔の服、ええあ、あんまり知らないんだけどただ、ちょっとクリーチャーはないためおしまい、ラッキーラッキー、こんなんあるか、めちゃくちゃ強いカード入ったねえ、びっくりしたよ、じゃあ、アンマナでウィングリック、お、これはディスカード、ズーカード、ズーカード、うわー、これでもいいな土地がなくなるのと一緒だからね、しかもスペルも一緒になくなる、おしまい、これサーチしてみるかサーチしますサーチどうぞ大変だよあ、あったさすがに結構な
マジタバコ入ってるの。シャッフルダリーな。はい。これを皆さん変える。はい。はい。センターもらって出します。それやばいな。何枚入ってるか分かんねえか。じゃあ信頼できる。はい。ここ出して一点ゲイン。一点ゲイン。はい。三三になります。はい。で、出します。はい。三点。三点。もう出したかった。手札すぐなかった。全部土地と証券がどこまで置いていくのかね。とりあえずこれだけ。プリチャイって言うと44になる。44飛行速攻。え、強くない？1枚。あ、これサクッて打った方が良かった。そうだね。強い。強い。これで5色くれるか。はい、これだ。スリバー。スリバー。3尾かな？3尾か。3尾。3尾スリバー。あ、結構強い。おしまい。さあ、スリバー。プリチャイ、さあ、プリチャイももったいぶったよ、これ。はっ。こいつのために。プリチャイ残しておけばよかった。確かに。サクったら出てくるかも。もう一回探せば。確かに。これ。サクッですか。コンボってこと。そう。じゃあ作ります。はい。はい。じゃあ自動します。なんだもう。もうないってもうないもうないもうないよ。見つからなかったら大変だ。めんどくせえ。刺さったらそれで。ある。何枚やってんだ。ずるいずるい。出ました。出ました。1点ゲインしてクリーチャーから、はい、飛行を持つから、ね、これで両方飛行だよね。44と33で当たってなって強い。なんだこのシナジーは。7点何このシナジー。おしまい。ずるい。除去あんのかよこれ。サイクリング。お、はい。これはサイクリングだ、ね、サイクリング。まあいいよ。うーん、まあ基本じゃない土地は普通に土地として。そうね。飛行で、こいつは2枚以上カードをその他にドローすればプラ2プラ0、はいはい、なかなか大きくなりにくそうです。そうだね。逆に使っちゃったし。ちょい、この信頼できる石膏。マジ信頼できるこいつは。はい、残酷な宿舎。え、こいつ強いな。え、ライフゲインす。そのクリーチャー出なくてライフゲインしちゃうじゃん、それ。え、これだってサクッてまた持ってきてみたいな毎回。え、コンボ。何このシナジー。やばいな。で、カメラの左が1個になって、いただきます。はい、ちょっと3点。何このシナジー。強い。よいしょ。4マナで動員、動員3。はい、00軍団トーク簡単に進みました。はい、11先制で死んだら動員なんで上回ります。ライフ7。まあ、とりあえずじゃあ探ります。探ります。これ強っ。ドローインで死んじゃう。で、追放調子で探します。どうぞ。まだ半分ですよ、半分。じゃあ探して。2人で探す。残念です。あ、ない残念でした。はい、あー、なかった。このコンボ終了してしまった。ってことは返しに何か引けば引く。ただまあ44ではあるからね。いやいや、で44と33ではある。とりあえずアタック。はい、食いちゃってたらじゃあ僕、はい、でアタック増え、もう誘って、はい、1枚。はい、ルーターで、さあ3尾、44しまい。まさか、スリーバーの中にゾンビが紛れ込んでいる。3尾は全員に。シングルシングル。強い。しかも増殖するやつだよね。増殖はしないないけど、1点にして。はい、3、3でしょ。飛んでないから、これさ食って、はい、して1点ドレインして、あらく、3、3、4、4飛行。お、お、2点ゲイン。プライチカウンターを1個置き2点ゲイン。戦地昇進。7点。7点ですか。7点です。7点ですね。はい、というわけでタワーマジックいかがでしたでしょうか。いや、楽しかったね。楽しかったよ。センター高みたいなさ、そう、信頼できる石膏だから。シナジーがすごくてさ、まさかだってさ、タワーからそんな出てくると思わへんやん。
クってじゃあ44にしますして死んだんで1点ブレイク。いやそうそうそう、なだからそういう新たな発見ができるかもしれないね、この遊び完全にランダムなもん持ってきたから俺らも予想しないような話が、ね、あったよね。まさか入ってると思わんよっつって3枚4枚入ってたこれまあ隣にセンターに置いてあるようなカードでもいいですし、うん、あのね、新たにね自分らで作った、まあ、キューブみたいにね作ってないです、ね、遊んでもいいし、いろんな遊び方できるからみたいな、うん、いろんなカードって普段使わないようなカードもすごい威力を発揮したりする可能性がねあるフォーマットは強すぎてそうだワイバックの回はやる、まあちょっとそうで出るか分かんないですけど、裏で遊んでたね、バイバックの時はすごかったですねバイバックバイバックというわけで、まあいろんな楽しい方があるということで、はい、今回はタワーマジックをご紹介しました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。何で状況を打開するんだ。ほう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 、なるほど、これで打開しようってことか。コンバット、はい、22とアタック、22アタック、くはこうかな、アタック、それインスタント、これインスタント、わあ、ちょっと三々引こう、こっちの方が再利用されてるから、はい、行って、はい、ロックします。はい、どうぞ。じゃあ、サクッて余裕にしました、はい、じゃあエルフの激増をバイバックで打ちます。フラニプラニ修正、はい、4、はい、ってことバイバック、じゃあ俺もバイバック、なにじゃあ俺もとか言って、はーい、戻りました。で、だからこうか、これで、はい、じゃあじゃあ、6点だけそんなんある同じような球から持ってきてるからおしまい、お互いのバイバックの巨大化が、巨大化というかめっちゃ面白い行ったと思ったのに残念っつって